どうも、サムライです。それでは本日もマリオメーカー2みんなでバトルをやってきますんで、よろしくお願いいたします。ルイージでスタートしていくところだけど、なるほど。さあ、ちょっと安全に行かせていただこう。ここはもう大変だっていうのは分かった。分かりましたんで、フラワーゲットして、先へ行かせていただく。あー、よっとここまで来た。マリオだけが見えなくなっているような状態ですけど、ワン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 。おー、マジって、嘘だろ。おいしょ、クリーンチョイス。さあ、ここで行ってるタイプになっとる。よいしょ。はい、ゲットした。ゲットさせていただきましたんで、こっから下なんか、ここら辺?ここら辺?いた。怖いよ。よっしゃ、行ってみるけども、どうなんでしょう。マジで行ってんの。いや、やっべ。あー、オッケー、行った。怖かった。って感じでね、本日もマリオメーカー2やってきますんで、よろしくね。サムライゲームズやっていく。さあ、それではマリオで行くけど、いやー、やばいね。なるほど。普通にやられてしまいましたけども、これはどうなんでしょうか。なるほど。おいしょ。おっと、はいよ。これは、どういうことかな。待って。いけるんかな、それ。いけるんでしょうか。なるほどね。これさ、これどうすればいいんだ。これって確かね、ここからなんかいけそうな感じが。だよな。こうやっていくんだよね。こうやっていくんだよな。オッケーオッケー。だとしたら、あれ?どうやっていくんだこれ。さあ、それではレミーを一体倒さなきゃなんないという構想で、間違いなくボスという存在がね。もう、さあ、やってきました。レミーがね、どっかにいらっしゃるんで、あなたにアタックしてやったら、勝ったね。お疲れ。ごめんよ。サムライゲームズ。さあ、来ました。バルーンで勝負しなきゃんねっていうコースなんだけども、バルーン、おー、よかった、取れた。とりあえずバルーンを取って、一番いい位置行かせていただこうと思います。ここからスタートしていく。なるほど。なるほど。一人行ったんぞ。一人行きましたけども、こっちの選択肢であって、マリオがうめえです。さあ、ここから行ってみてえと思いますけども、どうなんでしょうか。なるほどね。やばい、これは。これはまずいな。これは限りなくまずいところ行ってしまった。これいけそうにないな。どうしよう。あ、行った。なるほど。さすがマリオさん。さすがいいところを行かせていただいた。さあ、上から行ってみてさって感じで行ってみたんだけど、あ、こっちで合ってんかな。どっちが正解なんでしょうか。ゴリ押しでちょっと行かせていただく感じで行ってみた。スター欲しいところもあるけども、しょうがない。これは、行った。とりあえず行かせていただく。おいしょって感じで行ってみて、おいしょ。さあ、突っ込むところ妨害していく。妨害してったらそれでいいんじゃねえかなと思うんだけど、とりあえずこのまま行っちゃっていいんかなって感じで行ってみたんだけど、どうなんでしょう。いけるかいけなかったんだけど、ここからまさらにいけないということか。大丈夫か、いけるんか俺、ここから攻めていきたいですが、どうなんでしょうか、バルーン。丸々の下をもりもり下っていければいいんじゃねえかなと思うけど、やったー、危ねえ。勝ったぜ。サムライゲームズ。さあ、それではマリオでやっていく。よろしくお願いいたします。やっていきましょう。ちょっともっさりな感じですが、大丈夫でしょうか。8画面の前にいらっしゃる、ここは、どんな感じで進めていけばいいのか、わかりません。さあ、行ってみる。とりあえず、8さん、こんにちはして、行ってみて、私はマリオの、そ、進んでいく。さあ、それでも、私を亀が危ない。危ねえ。こいつらを、どうにかしていく。さあ、危ない。オッケー。皆様、早いですが、皆様にちょっと続いていこうというところは、行ってみた。とりあえず2番手。さあ、続いてきましたけども、結構行かれちゃっとるよ。違う。さあ、行かせていただきましょう。私は先に行かせていただきましょう。はいよ。
とりあえず進んでみて、よっしゃー、なんとか一番に土管にたどり着くことできましたけど、ボエちゃい、危ない感じになっとるな、分かってんぜじゃねえでしょうか、分かってんでねえでしょうか。おー、なるほど、よいしょ、はいよ、このまま滑ってけ、滑ってってみて、このままいじっていいんでしょうか。あー、なるほどね、危ない感じになっとるな、分かっとったよ。さあ飛んでって、この土管じゃなかった、びっくりマークに入ってったら終わりじゃねえでしょうか。一回やってみたんだけど、はいはいはい、行ってみました。お疲れ様でございました。サムライゲーム、さあそれではルイージでスタートしていく、どうでしょうか。オープンアイアンだ、ロロ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 ッケー、とりあえずこれはゲットさせていただきましょう。ファイヤーフラワーゲットさせていただきましたが、どうでしょうか。皆様結構ね先に行っているような状態で絶妙なラグが、ありますが、危ないよ、このまま行くぞ。さあそんなに危ない感じになっとらんのかなって感じで行ってみる、よいしょ。さあこのまま進める、よいしょって感じ、行ってみるわ、よいしょ、シャ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 、行ってみろ、オッケー、ダメだ、あー負けた負けちゃったあ、取れねえし。サムライゲームズ、さあ来ました、コインをね1枚取ってからゴールしなきゃねえゴースなんだけど危ない危ない危ない、なるほど、いただいてくれ。さあとりあえずいただきました、ここだ、間違いだけ。さあそこの扉に入ってみた、だん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 、ここじゃ、ここじゃ、ここじゃないのか、やられた。さあやった、ゲットゲットゲット、ここでまたいけるいけるいけるぞ、いける、こい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 、来た来た来た、私の私の私、これは私の私のだと言ってくれ、よいしょ。さあ行ってみて、あ危ない、なるほど、オッケー、とりあえず先に行かせて、行かせといて、行かせといて、よっしゃ、どうなんでしょうか。オッケー、行ったぞ、このままゲットしていければいいんじゃねえかなと思うけども、あー来た、なるほど、それだそれだそれだ、ターン、サムライゲームズ。さあそれではやっていこうと思います。足を離れたらアウトな感じになっておりますんで、ここはね気をつけていかないとやばい感じになってしまうっていうのは分かっておりますが、ここでとりあえず落ちていきましょう。オッケー、ここだね。さあ行ってみたいと思います。あ、なるほど、ここかな、ここじゃない、あやべやべ、ここだオッケーオッケー、危なかった、あー待って待って、おーギリギリ、サムライゲームズ。さあやっていきます。フロッグ、カエルになってゴールしなければならないというコースだから、多分ねこのコースはおそらくだけど、まあ泳いでいくコースでしょう。それは間違いないのは分かったんですが、どうでしょうか。キノピコで行こうと思います。レッツゴー、さあレッツゴーして、なるほど違うな、そうじゃねえな、オッケーオッケー、あー、いや、そうだな。あー、なるほど。これ、泳いでるんか。いや、泳いでると思わなかったな、私。いや、泳いでると思わなかった。ちょっとやっちまった。これはちょっとやっちまった感じになっておりますけど、大丈夫でしょうか？いけるんでしょうか？はいはいはい、なるほどね。そうやって、コインのところをちゃんと進めなきゃね、ということが、わかったわかったわかった。オッケーオッケー、ならばいけてるんではないでしょうか。さあ、行ってみる。さあ、とりあえずこのまま行って、てみましたけど、続いていくのはどこなんだ、これは。まるまるもりもりがいっぱいいらっしゃるけれども、どうなんでしょうか。ここを上に行ってみたら、キノピア、なるほどね、それに捕まらんように行かなきゃなんねえということか。おお、なるほど、こういうことか。オッケーオッケー、わかったわかった、分かってんのか本当に。さあ行ってみる、上に突っ込んでってみるけど、どうなんでしょうか。こっちか、なるほど、こっちか、はい分かった、ここだな、はいオッケー、次ここ、オッケー、いった、次に、続いていく、やったーサムライゲームズ。さあ進んでいきましょう。青キノコで行こうと思いますけども、あー危ない感じになっとるのは分かっとった。さあ皆様やられてくいっていいんじゃねえかなと思ったけど、なるほど、キノピコさんうまいな、さすがキノコ兄弟。行っとるね、なかなか先に行っとるね、オッケー、行ったんじゃねえ、あ待て待て待て、危ないぞ。さあ気をつけていこう。さあそんな感じだけども、気をつけていきましょう。やったー、とりあえず土管の中に行ったけど、ここで中間、なんと、なんだ、ここは難しそうだ。なんだ、ここは難しそうだぞ。危ない、危ない。とりあえずファイヤーゲットして、ここはでもスクロールタイプか。オッケーならば、ゆったりゆったりいけるんではねえでしょうか。そう思いますね。さあ、無理か、無駄なことはしたくない。大変なことはしたくない。やっかねえ、炎の列車。炎の列車がおっかねえですけども、大丈夫なんでしょうか。ああ、オッケー。ああ、なるほど。こちらにも来るのか。ほわ、よっしゃ。これはファイヤー。これを持ってたのがきちっと出ました。ここはなんとか勝てそうな予感がいたします。さあ飛んでみる、飛んでってみた、よっしゃオッケー、続いてパンツかわい、やってみたやってみた、よっしゃ行ったぞ。さあこれで先へ進んだら、私もしかしたらこれは勝てるという名のコースにはなってるんではねえでしょうか。さあ行ってみた、突き進んでみた、さあどうなんだどうなんだ、お疲れ様でございました、危なかったというわけで本日のバトル終わっていこうと思います。
お疲れ様でした。いやー、6月も後半に入りまして、暑さが相当増してきましたね。めっちゃ暑いわいや、最近クーラーつけることも多くなってね。いやー、こういう時期になってくるとアイスをね、必ず1日1個ぐらいは食べてしまいたくなるような、ところでございますが、ダイエット中の私、なるべくね、我慢しております。なるべくねで、アイスといえばですね、私31結構好きでですね、で、そこで必ず買うアイスっていうのが決まってるんですよ。いつもダブルなんですけど、そう、いつも決まってるアイスがジャモカコーヒーと、あとマスクメロン。この組み合わせマジで私的にはね、最強なんですよね。皆様も最強の31組み合わせとかありますでしょうか。コメント等でね、教えてもらえると嬉しいです。それでは、そんな感じで本日は終わっていきますので、ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回もよろしくお願いいたします。